シノベレムニテスカは、化石南海動物であるベレムナイトの一類。三畳期末から、ジュラ紀初のローラシア東ガに生息していた。シノビリムナイツを模式族としており、俗名の意味は、中国ベレムナイトを表す。ベレムナイトは、頭部の先端に、石灰質の鞘を持っており、鞘には血管を保護するための溝が入っている。 ベレムナイトはしばしばこの溝の位置により分類がなされており、シノベレムニテスはサヤ前方に一本の背側光があることにより特徴を付けられる。ベレムナイトの最初期の化石はもっぱら、北西ヨーロッパから小型の化石のみ発見されていたことから、ベレムナイトはジュラ紀初期にローラシアのテチス内海地域で発生し、プリムスバッキアン海以降に大型化して各地に、 放散したというのが2010年頃までの通説であった。このため、1984年に、変調サチラが、四川昇龍門山で三条期の地層から本類を発見した際も、従来の知見と一致しないものとして、注目を浴びることはなかった。しかしその後、旧宇達町の、ニラノハマ浜層と呼ばれるヘッタンギアン街の地層において、イバヤが、 本類の化石を発見し、四川の化石との形態の一致に気づいた。この地層は2011年の津波被害の復旧事業の中で切り崩され露出した地層であった。日本と中国で類似の化石が発見された上、宇多津町の地層からは分類こそできなかったものの超大型のベレムナイト化石が発見されたことから、ベレムナイトは三条期末には発生しており、 ジュラギ発には、大型種を生み出すほど進化が進んでいたことが示され、さらに、鉄ス内海で起源とは言えなくなったため、通説を大きく覆される可能性が示された。ウタツ町から発見された種は、四川で発見された二族のうちシチュアノベルス族に同定され、ウタツ町の名を取って、シチュアノベルスウタツエンシスと名付けられた。ありがとうございます。